皆さんこんにちは、あきえちゃんのちょびりぐ発信地のお時間です。今日もお相手を務めてくださるのはタクピー編集長です。お願いします。よろしくお願いします。イエイ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 。というわけで今日もノリノリですね。はい、ムチノロ。今回ちょっと聞いてみたいのは、はい、まあ、新劇座員も大勢おられますが、新劇座員の中で一番裏表がある人、裏表、はい、裏表とは、新喜劇の座員の人ってまあまあその舞台上と、まあその素の部分っていう、はいはい、意外な部分、まあギャップですよね。ギャップね。案外でも差がないように思うんですよ、旗から見てると、ね、案外、私ね、はい、本当にね、例えばこういうなんか新しい楽屋ニュースでも何でもネタありませんかって言われても、はいはいはい、もう本当にねすぐこっちからこっちに通り抜けてしまって、ほんまウォッチングがあんまりできてない人なんですよ、はい、いや意外とウォッチングされる側の人間なので。なるほど。だからこう人から聞いたお話とかによるとになっちゃうんですよ。自分の目で見てどうのこうのっていうのがねあんまりなくて、この間ねちょっと意外な話を聞いたっていう感じで大丈夫かな。まあ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 、はい、意外だったのが鮫島由紀恵ちゃん。なんか見た目もシュッとしてるし、まあ、マドンナですから ね、はい、いろんな意味で品もあるし、品ありますね。すごく素敵な女性、はいはい、もちろんそれに対してのギャップっていうわけじゃないんやけど、はい、実は彼女お酒飲みでね。ああ、そうですね。それはお酒は好きですね。本当にお酒飲んでても顔色一つ変わらない。うん、確かにそういうイメージあります。もうだからちゃんとしてて酔っ払わない。うん、あすごいな、まあまあまあ、すごいな。そこはね、はいはい、まあ、意外というか、まあまあ、しっかりしてるっていう部分では通じてるところがあるんですけど、新喜劇のマドンナ系の人ってお酒強い人多い気がしますけど、ね、今曽根ちゃんとか、ね、まあ、安代ちゃんとか、ね、あの辺もみんな、まあね、うん、まあ、本音先輩と飲んでるから言うたらあかんっていうのもあるんかもしれんけど、とりあえずお酒が強いなっていう以外でも、お野菜とかそういうものが好きなイメージってあるじゃない、まあ、どっちかというとサラダ、はいはい、ところがお野菜が嫌いで、ジャンキーな食べ物ばっかりを食べるという噂を耳にしました。意外ですね、それは。これは意外でしょ。そうですね。だから結構食べ物に関してもおっさんであると。大親友の吉岡智美ちゃんからの情報をいただきました。学園に素敵なと言ってますけど。そう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 。だから本当に意外やったし、そう、なんかでも育ちの良さはもう否めないから、だからすごく人生は感じますよ、ね、すごく。ああいうのっていうのはやっぱりこう知らないうちにこう体から溢れていくものやから、まあ、きっとお父様お母様から大切に育ててもらったお嬢様なんだろうなというのは思うんですけど、そのジャンキーな食べ物っていうのが面白くって、まあ、確かになんかサラダとか食べそうでしょ。そうですね、健康とかそういう美容とかには気遣いしてそうな感じは。そうなのに意外と酒飲んでジャンキーなもの食べて、食べて、あとなんか鮫島由紀ちゃんはこう家に物が少ないっていうのを聞きましたけどね。なんかそうそう、断捨離女なんですって。あ、いわゆる何ていうミニマリストってやつですね。それなんですか。また横文字が出ましたけど、ミニマリストですね。ミニマリスト、はい、何ですかそれ。家に、まあ、物を持たない人たち、清水宏行君とかにもそういうんですか。ああ、それをミニマリストっていうの、はいはい、確かにね、今一人暮らししてるんですけど、はいはい、ほぼほぼ物がない状態で、もう毎回いろんなものをポン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 捨てていくタイプらしいです。物がないのに捨てていくんですか。うん、なんか余計なものを入れないタイプなんですって。なんかやっぱり結構その彼女の場合女の子っていう感じが強いから。そうだから可愛い、うんうん、例えばぬいぐるみだなんだれとか小物とかがいっぱいあるんだろうなって思いきや、意外と小ざっぱりとして、男の人の部屋みたいにさっぱりとしてるらしいです。これもともみちゃん情報です。アンビバレントってやつですね。なんでまたもうあなたね、さっきから横文字ばっかり私のわけのわからない。あえて言ってますけど、アンビリバル、え、双極性ですね。二極化。でも彼女はアンビリバボー、アンビリバボじゃないですか。アンビバレント、アンビバレント、なんやろ、そういうものがないっていうちょっとその男性っぽいとこもありながら、でもジャニーズとかああいうアイドル好きなとこもそうなのあるでしょ。この間あの子が一番すごく好きな INI、 何て言うの、いらんこと言うたか、私も絶対分からへんねんから、よくこう写真のポーズの時にこうなんかこうやってるでしょ、こうなんか
や僕はそれ知らないですよ。多分知ってる人は知ってるんでしょうけど、はいはいはい、それさえ真似できないんですけど、はいはいはい、私その人の大ファンで、はい、でも番組でこの間なんか一緒になったらしくて、はい、キャプキャプしてるっていう噂も聞きました、その辺はすごい女の子っぽいですね。ね、そうアイドルとかが好きな人ってイメージですけど、あのやっぱり女の子っぽい部屋とかでもうん、グッズとかいっぱい飾るとかそんなイメージありますけど、ところが何もないんだって。へえ、男の子の部屋だって。へえ、意外よね。意外ですね。一回ちょっとお邪魔して見てみたいもんですけど、ね、入れさせないわよ。私お母さんみたいになってるよ。どの滝なるほど。でも私も一回覗いてみたいなと思います、ね、そんなあとね、あのまああの秋田さんも近いところで言うと花子さんとか僕からしたら結構ギャップ感じますけど、あ花ちゃんがねオンオフの激しさというか、そうね、舞台出る時と出てない時ではもうイメージガラッと、まあまあまあでも そうやね、おとなしい。玉ちゃんもそうでしょ、うん、そういう意味やったら、はいはい、こう普段はそんなにキャプキャプした感じでもないのに、うんうん、こうどっちかって静かにこうじっとうずくまってるような、うずくまってはなんかなんかあのすごいギャップあるでしょ、うん、そういえば花ちゃんもそうかな。うん、うん、ね、あの小動物が好きやしね、ハムスターとか飼うの大好きやしね。それは別に全然いいいやだからそうだと思ったのに、はい、今すっごいしっかりお母さんしてて、はいはいはい、あのお味噌汁とかをね、はい、朝はもう必ず、私なんて割と簡単に作るタイプなんやけど、あの人は昆布だし、いりこだしというだしからちゃんと取って、あの作ってるらしい。なんか僕らが子供の頃に見てた山田花子というその像とはだいぶこうそこはかけ離れてる気はしますけど、ね、だから結構こういろいろこだわってものを作ったり、うんうん、やっぱり、ね、頑張り屋さんは頑張り屋さん、めちゃめちゃ頑張り屋さん。僕だって2年ぐらい前ですかね、そのコロナ禍になる前、その愛知県名古屋で1週間ぐらい仕事ある、うん、夏あったりするじゃないですか。あれの時花子さん毎日多分あの泊まらずに帰ってはりましたね。そう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 、あの中日の時もそうやったし、あの必ずその寂しい思いさせたくないとかやっぱりあるみたいな、本当のお母さんとしてはもう抜群の人やなと思いますよ。だからそういうのも僕はまあ裏、これは裏表というとちょっと言い方あるんですけど、うん、ギャップとかオンオフの差は結構激しいんじゃないかと思いました。他誰かいます？でも私結構ほんまに聞いた話の方が多いかな、うん、誰かいてる？いやタクピーが感じるとこでスチさんぐらいかな、オンオフ一番こう激しい。あ、そうよね。スチ子はものすごく真面目やし ね、そうですよね。普通にあの一緒に飲みに行っててももう本当にそのそうです ね、車の話とかしたらもう夢中になるから喋ってくれるし、はいはいはい、そこに舞台上のお話とかあんまり熱い話っていうのはするのかもしれないけど、私はあまり聞いたことがなくて、で普通の感覚を持ってる人だなって思うし、そうですね、でも舞台上上がるとなんかとんでもない方向に暴走していく姿とか、ほんますごいなって思うのは、あの多分モノマネが上手なよね。あ、憑依するのがうまいと思う。すごいの、はいはい、あの大衆演劇のこの間の時も、大衆演劇の座長だったら言いそうなことをもうガンガンこうやっていくうちに入っていくというか、はいはい、あこの人ってやっぱりすごいなって思うと思うし、まあ、そうね、あのオンオフの差もあの、まあ、すごいと思う。まあさ、まあ、何かこの今ギャップがある人が出ましたけど、はい、一番言ったら一番衝撃的というか差感じたのはどなたですか？あ、やっぱりサメちゃんが、はあ、そのお野菜嫌いやなんていうことを知らなかったし、うん、まあ、確かにそのアキエ姉さんに普段そこ見せへんとこですよね、見せてもらってないから、ね、うんうんうん、でその男の子のようなお部屋で物がないとかね、それを初めて意外やな、なんか意外と知ってしまって、意外です、ね、そうなんやって、だから一回お邪魔したいなって本当に思うぐらい。あ、まあ、ご本人が良ければね大丈夫でしょ、私やったらダメか。いや、分かる、分かる、分かりました、はい、はい、じゃあそんな感じですかね、はい、これでいいんでしょうか？いいと思います、はい、はい、では、こんなお話でございましたけれども、高評価、チャンネル登録、コメント、どうぞお寄せくださいませ。よろしく。